南川チャンネル、はい、というわけでございまして、今日もカメラが武田くんでございます。お願いします。はい、今日もですね、ファッションチャンネルさせていただこうかなと思っているんですけれども、僕こちらレザー帽子というんですか、はい、最近かぶってるんですけれども、実はですね、なんか渋谷である店を見つけまして、なんか、はい、レザーの帽子売ってるやんと思って、こうバイク乗ってる時にふとこう店の前をこうわって見たら、まあやらしい話顔さしましたよね。でなんかちょっとその店の方とお話ししていく流れで、めっちゃかっこいいですねこの帽子みたいな感じ でもしよかったらなんか注文させてもらっていいですかみたいな形でちょっと話弾みまして、この革のロールキャップを、ね、はい、まあ、作らせていただいたんですよ。あ、もう注文はされてるんですね。そうなんですよ、はい、で、まあ、受け取らせていただいた時に、まあ、これちょっとプレゼントみたいな形だったんですけど、さすがになんか自分小心者で申し訳ないなという気持ちになりまして、はい、ちゃんと買わせてくださいということで、レザーのキャップ、はい、これをですね、私注文させていただいて今日取りに来ると。あ、なるほど。いう形でございまして、はい、やっぱり僕としてはやっぱり帽子っていうのは必須、やっぱりハゲ隠しですから。はい、やっぱりそのエチケット、はい、みんなに不快な思いさせたくない。いや、その不快な思いにはならないですよ別に。みんなになんかお目を汚したくない。いや、そんな別にそんな悪いもんじゃないですか。できるだけおしゃれに綺麗にしたいということで、レザーでこれもこう写真ですから、どん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 こう色落ちしてくる、はい、というようなことで、もう革ジャン、革靴、いや、ね、本当ですよ、革ジャン、革靴、はい、ね、革ジャンジェラートで買わせていただいたりとか、ね、この前一日店長でね、で革財布で言ったラクリエさん、はい、ね、革カバンラクリエさんやらせていただいて、そして、革靴で言ってもコトカもありますし、ブラザーブリッジもありますから、もう革をどん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 、もう革で行きたいわけですよ。ついに頭からつま先まで。そうですね、はい、ということで、この帽子、このフルーツさん、これフルーツさんといって帽子のラインはブルーネルというらしいんですけども、ちょっと入ってみましょう、はい、すいません。あ、お疲れ様です。お疲れ様ですね。でもちょっとね、怖い方じゃないんです。喋ってる優しいんです、むちゃくちゃ。というわけでございまして、まあクルーズ代表って言っていいんですかね。そうですね。ね、はい、そのブルーネルという帽子のこのラインもやられている藤田さんでございます。藤田です。お願いします。よろしくお願いします。この藤田さんはここどれぐらいですか。いや、まだオープンして1年ちょっとなんですよ。1年ちょっと、はい、この渋谷の明治通りにですよ、ドーンとこうにもう構えてるわけですね。そうっすね。ね、どうですか、その後こうスタッフ募集してましたけど見つかりました。あの友人に手伝ってもらって、あ、手伝ってもらってる、はい、もしね、募集の際は、はい、言っていただければ僕も告知いたしますので。はい、そうですね。革ジャンもこのあとありまして、はい、これがね、フルーツと、こういうね、こういうちょっと、うん、コサックジャケットに近いような、はい、ジージャン寄りな感じになってる、はい、こういうのもありますし、ライダーステリナ、はい、これもあると、さまざまなあるんですよね。そうですね、まだまだ型数少ないですけど、これは藤田さんが手作りなんですよね。そうです、ここで作ってます。ここで作ってるんですよ。手作りでございますので、だからサイズとかいろいろこう調整したい方は来たらここで作ってくれるってことですよね。はい、そういうことなんですよ。で、帽子、その前にですね、こういったこういうロールキャップですね、こう中はこうなってるわけなんですけど、こうなってるわけなんですけど、こういう形もありながら、はい、まあこれなんていうんですか、キャスケットっていう、キャスケットっていうんですよ、これね、これジュニアさんとかよく被ってらっしゃいますよね、 YouTube とかで、ね、そうなんですよ、キャスケット型、これ小峠さんとかもよくなんか被ってるイメージが、ちょっとおしゃれな芸人は被ってるイメージがありまして、で、まあ、こういったね、はい、バケットハットですね、バケットハット、はい、
川で。これ全部、あ、全部じゃないでしょうけど、まあ、写真とかもあるんですもんね。馬川と、あとこれ、ゴートって、ゴートスキンってやつなんですけど、この2つだけ写真です。ゴート、はい。これがゴートですね。で、こっちは馬川。これが馬川。これホースです。これは写真です。写真でございます。あと、浸透紙ですね。あ、浸透紙ってことなんで、はい、まあ、これ黒、真っ黒ということですね。この形もあれば、あ、これね、これもね、おしゃれなんですよね、すごい。いいっすよね、これ。おしゃれなんです、これ。これこうやってスポッてこう分かるんで、長野さんとかに入ってくる長野さんとかこれね不気味にこういうの買ってるそしてこの形ね、こういうのかぶってらっしゃいますよ。いや僕ねこういうのかぶってるんですよ。そうですよ、ね、こういうのかぶってまして、この何て言うんでしょうね、 何山吹色といいますか、うん、それこそ、HW ドッグの、はいはいはい、この形みたいなかぶってて、はい、でローハー入れて、あのエジプトカジュアルっていじられてそうなんですね。大変申し訳ないなと思いまして、あの帽子屋さんに大変申し訳ないと思いまして、あの その先あまり行けてないですよ、お店に怒ってるんじゃないだろうかと思って。いや、ね、笑ってくれると思います。ほんまですか、ほんまですか。あの本当めっちゃおしゃれって、男とかにはこうあめっちゃおしゃれって言われるんですけど、そのあれロンハートは女性のねランキングですので、うん、あのなかなかこう上がらずね、はい、30人のうち最下位あたりを叩き出しまして、はい、めっちゃおしゃれやって言われるんですけど、女性に刺さらなかったすいません本当に。そういう形で、でもこれもかっこいいんですよ。いや、かっこいいです、これかっこいいでしょ。いいですね、ファティーグハット。そうなんですよね、やっぱりね、何がいいかって言えばこれエイジングどんどんできるんで、うん、革の帽子、まあもちろん他の帽子もこうエイジングっていいんですけど、革ならではのね、あの、あ、自分の馴染んできてる感ありますので、ね、さあ、というわけでございまして、あとは、あ、こういうのも、ね、ベレーとか、ベレーです、はい、これベレーはね、もう芸人でもやっぱ小峠さん以外見たことないですよね。あ、そうなんですか。いや、いんのかな。めちゃくちゃ一回被ると楽ですけど。あ、そうですか。片岡鶴太郎さんかなと思ってまあまあああ、こうなってんすね。そうそうそう、こういう、これをこのままこうスポット被るって形ですか。あ、そうですね。え、ちょっと失敗してますね。ちょっとイメージですよね。ですよね。ですよね。すみません。ね、ちょっと被り方がやっぱコントの被り方しちゃうんで。すみません、ほんまにこんな。よくないですよ、ね。ええもの、はい。あ、そう、あ、なるほど。ちょっとちっちゃいかもしれないです。なんかこれちょっとちっちゃいです、僕ね。頭でかいんですよ、僕、本当に。こんな感じです。あ、なるほど、なるほど。あ、なるほど。これ多分、あの、僕は頭がでかいんで、あの、これも、こういう、このロールキャップも42というですね、もうちょっと、ほとんど特注に近いんじゃないかっていうサイズで作っていただいてるんですけれども、ちょっとこれ、あの、多分小さいと思うんです。多分大きかったら、スポッとちょっと綺麗に変わるかと思います。はい。あ、でも、まあでも、はい。ね、かっこいい、これ、おしゃれな。今の服装にもすごい似合ってます。おしゃれな感じ、おしゃれな人でしょ、これ。はい。芸人にはなかなかいいんじゃないですか、この形ね。はい、こういう、でも確かに軽いですね。いや、いいっすよね。軽い、軽い。こういうのもあるということで、いずれ僕も挑戦していきます、ね。というわけで、今回、皆さん、どれですか、私の作っていただいた。こちらです。これです。ベースボールキャップ。ベースボールキャップ。あの、まあ、僕はロールキャップをまず最初に注文させていただいて、あの絶対一番最初こっちやろっていう。なんでちょっと上級者を目指したそうです、ね、まず絶対に、ね、キャップやろっていうことを思いましてね、牛側で牛側で浸透してございます、はい、あ、ちょっと待ってくださいね。あ、お兄さん、あ、いいですわ。めちゃくちゃいいっすね。これはいいですわ、これはいいわで、これやっぱりね、こうちょっとね、大きいから、こうなっちゃうんですよ。こう浮いちゃうというか、ね。でも、お子さんとこう、しかもこれ全然余裕こっちありますからね。うん、はい。全然余裕ありますから。こうやってね。結構こんな感じで変わってくと、光沢がちょっとだけ出てくるんですよ。なるほど。はい。若干。まあ、その帽子なんでそんなに変化しないですけど。うん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 。ちょっと変わってきます、ね。変わってくるということですね。はい、いや、本当に。こういう風にも被れますから。いいですね。かっこいいですね。こういう風にも被れますから。これなんかいろいろやるときはこういう風にして。で、こうやって被れる。しかも、中は、これなんですね、キャップは。そうです。ここも変われ。あの、ベースボールキャップだけ裏地つけてないですよ、ね。裏地つけてないです、はい。いいじゃないですか。裏地つけてない感じが。うん。いいですよね、これ。うわ、この大きさがありがたいわ。いや、よかったです。本当に。この大きさありがたいっすわ、これ。
ということで、まあ、ちょっとこれはかなり皮皮で来てるからなかなかちょっとねあれですけども、いいですね、これちょっとこういう形で、いやありがとうございます。いやこちらこそ、はい、これはあお店といたしましては、これは税込みおいくらですか、これは今いくらだと思います。でも皮がどんどん上がってるんで多分もっとちょっと上がっていっちゃうと思うんですけど、うん、今税込み26,400円でございますね。税込み26,400円でございます。今日はもうしっかりとねおしゃれさせていただいてもうね、ありがとうございますということで、これ皆さんぜひとも、で受注生産なんですか。そうです、普段基本的に全部受注生産なんですよ。だから、まあ、インスタであったりとか、はい、等で、まあ、サイトの URL とかあるんですかね。あ、ありますね。あ、じゃあそれもちょっと概要欄に貼っておきますので、皆さんこの革、ぜひ気になる方、あの、革ジャンとかもありますから、ぜひ渋谷の明治通りになりますから。ね、とんでもないところにございますから、ぜひですね。藤田さん、あの、話すとすごい優しいです。いや、誰もそんな怖いとは思ってないですよ、ジェリカさん。そう。はい。誰も。はい。めちゃめちゃ怖かった、最初は。ああ。怖かったです。お互い様ですよ。お互い様です。すいません、はい、ということでございますので、これは、クルーチ、そしてブルーネ。はい。ぜひともですね、皆さん、来てみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。大満足でございます。ああ、嬉しいです。はい。次は、バスケット。行かせていただきます。いつでもお待ちしてます。